チャンスはもう本当に値だとは思うんで、まだまだ1軍のレベルではないのかなっていう、あと1本が出なかったっていうところでもなかなかね、チャンスをうまく生かせられなかったっていう結果になったっていうことですよね。はい、中西局の虎ならチャンネルということで、交流戦用意始まって西武戦を振り返っていきたいと思います。結果から見ていくんですけれども、30日が3対1、31日が4対0、6月1日が2対4って形で1勝2敗という形で終わったと思うんですが、結果を踏まえて中西さんどう思われますか？まあ1戦目はね、8連勝のまんまで入っていったっていうところで、9連勝したっていうところでね、まあ村上もずっと好調を維持、チームの状態もそのまま維持したっていうところでの1戦目の入り方だと思うんですけどもね、2戦目のところでやられて、やっぱ3戦目っていうところでカードとしてはね、勝ち越しとはやっぱ言ってほしいところだったんですけども、交流戦のそれほど対戦してないそういうピッチャーはね、しかも2戦目なんかはね、ほとんど先発してないというか、ブルペンデーのような感じでね、4回1回1回いう感じで目先を変えられてきたっていうところがあったと思うんですけどもね、その辺でちょっとやられたっていうのと、まあ、3戦目の6月1日のゲームで言ったら宮川投手のフォアボールをね、4つほど5回まで出して、かなりチャンスはもらってたんですけども、あと1本が出なかったっていうところで、なかなかねチャンスをうまく生かせられなかったっていう結果になったっていうところですよね。で、まあ1勝2敗、まあ、1戦目は本当に何といってもやっぱ村上のね投球内容が光ったと思います。8回112球かな、ヒットも4本で三振9取って、相変わらずのねコントロールというところで、フォアボールもなしっていうところで、非常にいいピッチングをしたと思います。前半のストレート中心から後半5回以降変化球に変えていったということで、バッテリー非常に考えた配球を使ってたと思うんですよね。打線の方はね、やっぱりもう良いドンで1球目からガツンと近本が行ったっていうところで、交流戦で相手投手そんなにこう対戦してないピッチャー、1球目からなかなか自分のタイミングで振り行くことできないんですけども、そこをねずっとこうイメージして1球目から捉えられた。そして中野は3球目に捉えてあっさりと点が入ったというところで、その後はねノイジーもショートセカンドは定位置で、ファーストとサードは若干前に来てたっていうところで、1点を取りに行くっていうところでのショートゴロを打ち行ったっていうかね、価値ある凡打で2点目が入ってきたっていうところで、非常にあっさりと初回点が入ったんで、危なげないゲーム運びだったと思いますけどもね、このゲームはね。あとはやっぱり4回で無視2塁のところをゼロに抑えたっていうところが非常に多かったと思うんですね。あそこでやっぱり1点でも入るとね、ちょっとゲーム重くなったんですけども、最後はね湯浅がきっちりと投げたということで、非常に湯浅もちょっとボールが戻ってきたのかなっていう感じはしましたね。まあ湯浅がねこのゲーム投げれば球児に並んでね月間最多セーブっていうところだったんですけども、あっさりとね湯浅が投入してきましたんで、この辺はね個人の成績というのも相手のバッター考えながらっていうところで良さ投入になったと思うんですけどもね。5月31日の試合0対4って形で完封負けっていうゲームなんですけど、この試合は西勇輝投手の先発だったと思うんですけど、いかがでしたか？西の状態からすると普通っていう感じですね。いいとも取れないし悪いとも取れないっていう感じだったと思うんでね。ただまあ対戦成績やっぱり西武に相性良くないんで、多少苦手意識っていうのがあるのかなっていう感じはしましたけどもね。6回3分の2でやっぱ8安打っていう感じで結構ヒットをね打たれたりとかしてたんでね、初球に狙い撃ちされるみたいな感じで打たれるケースが多かったのかなと素人目に見て思ったんですけど、その辺はいかがですか？早打ちが多かったですよね。6月1日の伊藤のゲームでもそうですけど、やっぱ初球からどんどん送ってくるっていうのかな、結構こう早打ちというかそういうタイプのバッターが多かったですね。栗山のあの一発が一番効いたね、結果的にね。状態自体はすごい悪いというわけではなさそうな感じではないと思いますよ。それ当然7回途中までは投げてたんですから、そんなに悪いっていう感じではないと思うんですけどもね。かといって状態がいいのかってそこまでもいかないですけど、まあ本当に普通の状況だったと思うんですけどもね。この試合はフォアボールをもらいながらも点が取れなかったっていうところはあったと思うんですけど、この辺はどうでした？そうですね、2戦目この3戦目っていうのは本当にチャンスもらっていくんやけど、あと1本が出なかったっていうのと、この交流戦前にね3人ほど入れ替えて、小野寺、段、前川、右京、中川っていうところで3人あのしたの、まあ前川をこういきなり DH でね1戦2戦と使って、この試合は3三振っていうところで本当に自分のタイミングで振ってるんだけども、なかなかボールを捉えられなかったっていう、かなり勉強にはなったと思いますけどもね。ベンチとしては打席数というかチャンスを与えたという感じの1戦2戦だったと思いますけどもね。今日の試合だと前川右京選手は出てなかったと思うんですけど、交流戦まだ DH とかで起用される可能性はあると思いますか？微妙ですね。帰ってまあ入れ替える可能性もあるかもしれないし、まあもうねワンカードロッテ戦までっていうところまでも使うかもしれない、この辺はちょっと
微妙なところだと思いますね。チャンスはもう本当に与えだとは思うんで、まだまだ1軍のレベルではないのかなっていう、ファームでは成績残してるけども、1軍のやっぱピッチャー来るとこういうもんだよっていうのがそこで分かったというかね、今後の前川選手に関してはね、非常に勉強になったと思うんでね、1本ねポーンと出たらまた気分的には違うんでしょうけどね、かなり1戦目はやっぱり力んでましたもんね。言うても高校を出て2年目の選手なんで。6月1日今日の試合ですね、2対4でこの試合も負けた形になったんですけど、この試合の伊藤投手はいかがでしたか？今日の伊藤はボール自体はそうは来てなかったのかなって感じがしましたね。2戦目3戦目とか初球からガンガン来てたってことで、初回からやっぱかなり早いカウントで仕掛けてきてたんで、序盤までやっぱり凡打しても A 打球っていう打球が多かったんで、そういう意味ではボールももう一つ来てないのかなっていう感じはありましたよね。ちょっとまっすぐスライダーっていうところで、ちょっとこうチェンジアップっていう遅い球の使い方がもう一つうまくできなかったのかなっていう感じはしましたけどね、序盤見てる感じではね。チェンジアップが決まらなかったってことですか？決まらなかったとか、数が少なかったと思うんですよね。結構押して押してばっかりだったと思うんで、ちょっと抜く球っていうか引く球っていうね感じのボールがちょっと少なかったのかなっていう感じで、緩急的なところがもう一つ使えてなかったのかなっていう感じはしましたね。まあ、自分のフィールドでね、あの初回は非常にねピンチをもぎ取ったんですけどもね、バントをしっかりとねサードでアウトにできてっていうところもあったんですけどもね、結構打球としては捉えられた、そういう打球が多かったですね。今日はね、川越に打たれた一発なんか逆球のボールがちょっと多かったんですね。今日はね、伊藤らしくないようなそういうやっぱり投球内容だったと思うし、マウンドが慣れてないとかそういうことだったりするんですか？まあそれもあると思うし、西武の早打ちっていうかね、どんどん最初から捉えたってことで、自分でうまく投球のリズムカウントっていうのをうまく作れていかない、作るまでに西武にどんどん仕掛けられてきたっていうところもあったと思うんですね。相手の戦略にしてやられたみたいな。そうですね、かなり積極的に本当に西武打線はこの2戦3戦見る感じでは来てたと思うんで、そういう意味では村上はうまくね入り玉っていうところを的を絞らさないでこう言ってたと思うんだけどね、かなり2戦3戦に関しては本当に積極的に早打ちっていうところが多かったと思うんですよ。そこでもう一つこう自分のカウントを作ったりとか、こうリズム乗り切らないまま5回までずるずるいったのかなっていう感じはしましたけどもね。あとは打線の方がね、やっぱり5回までフォアボール4つっていうところでチャンスかなりもらったんだけども、3回もねフォアボールフォアボール、佐藤がファーストゴロでっていうところでかなりチャンスもらいながらやっぱり得点できなかった。相手がくれたチャンスっていうのはね、そこでやっぱ点取っていかないとゲーム運びとしてはうまくいかないと思うんで、特にフォアボールとかエラーっていうところを与えてもらったランナーはね、しっかりと得点に結びついていければ主導権を持ってゲームはね戦っていけるんですけども、やっぱりチャンスはもらうんだけども、なかなか得点に結びつけられなかった、あと一歩が出なかったっていうところが大きかったと思うんですね。ゴロアウトがなんかすごい多いように感じたんですけど。そうですね、はいはい、佐藤の中のこう打球は上がってないもんね。この試合スタメンが DH で渡辺選手で、ライトに森下選手っていうところで、はいはい、2人ともタイムリーと2安打とっていうところで結果は出てるように見えたんですけど、この2人はどうでしたか？うん、いやまあ渡辺はね2回かカーブをしっかり捉えてレフト前へ打ったし、最後の打席もレフトフライにはなってるけども、いい形でのレフトフライボンドだったと思うんで、そういう意味ではこのロッテ戦もまた森下、渡辺、宮崎っていうこの3人でこうライトと DH を回っていくのかなっていう感じはしますよね。そう考えるとやっぱ前側のチャンスはもうないのかなっていう、割と大方監督辛抱強いんで、まあまだ持ってる可能性はありますよね。すぐファームとかじゃなくてスタメン DH のはなくてもベンチでねゲームを見させながらっていう場合によっては代打っていうところっていう形はあると思うんですけどもね。ムラチグループは住宅建設資材のエキスパート、製造から販売配送工事までチームプレーによるワンストップ体制。カードとしてはね、本当に5月の9、10、11かなのヤクルト戦以来の負け越しっていうところで、9連勝した後にこの2つ連敗したっていうのはね、カード負け越したっていうのはちょっと嫌な感じがしますけどもね。以前横浜が連勝していた時に、いずれまた大型連敗があるかもしれないっていう中西さんのお話もあったと思うんですけど、この辺はどうですか？甲子園に帰ってくるんで、そういう意味ではホームゲーム気分入れ替えてまず1戦目を叩きたいところでしょうね。あとはもう佐々木朗希も出てくるでしょうからね、この快速をいかに打ち崩すかっていうのも楽しいだと思いますよ。あいにく金曜日はね、ちょっと一日中雨っぽいんでね、土日月というカードなのかもしれないですけどもね、逆に気分的に雨で、ね、中止になってもワンクッション置くっていうか、気持ちを整理して入っていけれるっていうところもあると思うんでね。今年は雨で流れを断ち切らされるっていうところも多かったですけど、この逆でね、連敗の後なんでね、青柳投手が2軍でいった動きをしてたとかもあったと思うんですけど、この辺はどう思われますか？実戦登板ね、8回を1失点っていう感じで抑えてましたけども、まあでも今すぐに欲しいっていうかな、いるっていうピッチャーに困ってるところではないんで、そういう意味では当然まあファームのゲームになればやっぱこの辺ぐらいだったらこれぐらいの結果出すというか、本来の自分のこう投球であったりとか、やっぱりボールですよね、スタイル
えるね、しっかり左バッターの懐、インコース、膝元っていうところにしっかり投げ切れるかどうか、そこに投げ切れてこないと、やっぱ外のツーシームっていうのがね、ボールからボールになってくるんで、やっぱりしっかり膝は腰の回転で、体全体使ってこないと、なかなか左バッターの懐には入っていけないんで、そこのボールが多くなってきて、初めて外のボールっていうのは、割と簡単に出し入れできると思うんで、やっぱそこの辺のボールができるかどうかでしょうね、フォームの結果どうのこのように、自分の投げるボールがどうかっていうところでしょう。ということでね、西武戦は負け越しましたけども、まあ、また気分変えてね、もう一度ロッテ戦から勝ち越しっていうところで、やっぱ勝ち越しを狙ってね、連勝も止まったし、やっぱりこう勝ち越し勝ち越しという2勝1敗2勝1敗というね、当初の目標通りっていうところのカードを勝ち越していってほしいと思います。皆さんまたね、この西武戦どうだったかコメント欄の方によろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。